76.1イ r ターフェンリコーディン Express 76.1インターフェンリコーディングエクスプレス,ス,プレス 1> 1森住ありがお送りしていますそれではですね先週に引き続いて、えー、今週も富田慶一さんが来てくれましたありがとうございますこんばんはよろししくお願いますよろしくお願いします えまあ、富田ラボのです、ね、最新アルバム「ShipAhead」がもうリリースになっているわけですがあの今週はちょっともう音楽プロデューサーとしての、ね、富田さんにいろいろと聞いていこうと思っているんですけど「はいあのー、サウンドデザイナー」という、ね、雑誌がありますがその3月号に富田さんのインタビューが載っているんですがその中でこうドラムのこうプログラミング自体はもう30年ぐらい前からやっていて。そうですねうん あの結構、ドラムのプログラミングって、まあ、これもその,、ね、あのその人それぞれによるんでしょうけど、まあ、細かくやるとどこまでもいくし、うん、まあ大雑把な人とかいろいろいらっしゃいますが、はい、富澤さん結構細かくやられるタイプですか多分ね、あの割と、うん、音数の多いドラマーが好きだからっていうのが理由としてはとかなのかなとも思いますけど。うんうん 割とと細かかいいい方なななんじゃないかなとは思まあのそのど,どういうふうにプログラミングドラマのプログラミングを使ってるソフトだとか、えー、その音色っていうのはどんなものをお使いになってるんですかえっとプログラミングのそのなんでしょうまあミディデータというかデータ自体は録音、うん、と一緒でロジックプロの方で打つんですね。はいはい、で音源として、うん、あの Windows ーを別に用意してまして、うん、それは、えっと、ハリオンというって ソフトサンプラーでヌエンドがホストになって、はい、でそこに、あのー、僕自分でそのスタジオでワンショットずつ、うん、そのドラムいろんなセットをね、うん、あの例えば「誰々のような音」を撮りたいと思ったら、はい、それをドラムチューナーと一緒にドラムテクニシャンと一緒に、はい、でその音になるまでチューニングをし。 でマイクを全て立てて、うん、でやっとできたとなったらじゃあそれをということでその使いそうなサンプルをね、うん、あの右手左手でリムかけるかけないとか、うん、あのハットをこれくらい開くとか、うん、あのチップで叩くボディで叩くとか、うん、それを全ての,そのドラムのパーツによってだからあれですよ何千発も取るわけですよ。もう気が遠くななるような <laughs> 作業ですねそれ取るだけでもねそれ取るだけでも、うん、そうなんですけど、うん、それを後でまたあの頭をて全部切って全部プログラミングするんで。<laughs> うんうん 僕ドラム大好きなんですけど、はいはい、その作業は嫌いですね。<laughs> もうヘトヘトになります。あのこう切ったりとかも、うん、そのどの辺でこう切るかによってノリが変わってくるじゃないですか。ええ、そうなんですよ。うん、だからそれもいちいち耳で確認しながらでノリというかその僕の場合はそれは後でミディで打つのではい、はい、とにかくその波形の一番先頭を正確に捉えてそこで切ればいいんですが。 それもやっぱりねそのちゃんと聞いてどんどんズームアップしてやんなきゃいけないんで本当にその作業は誰にも進めないですね,ねどこが先頭かも結構音によって違う違いますよねだからそれはやっぱりその一番オンマイクが波形としては一番前に来てるのでうん、うん、そこを先頭にして8本のマイクだったら8本のマイクを全てあの同じところで切らないと位相が狂ってしまうのでというようなことをねるやるんですけどもうじゃラライブラリーとしては相当な数 うん、多分あのー、よく使うものだけでも78セットセットとしてはね、うん、78セットはあって何ギガぐらいなのかなテラまでいかないですけどね、うん、かなりありますね。なるほどねあとなんかサンドデザイナー乗ってたんですけど「v e l o c i をいじらないというそのミリで。はい、あのー 僕はその実際にサンプルするときにあの小さい音から大きい音まで全部取るんですねなのでその MIDI データ上のベロシティで音量を下げたり上げたりとかする必要はなくて、うん、もちろんベロシティで切ってるんだけれどもそれは単純にベロシティスイッチでベロシティが小さくなればなるほどどんどん小さくなっていくように別々のサンプルを全部置いてあるんですねうん、うん、だからその ミデ,ィデータ上のベロシティで音量を上下することは全くなくて、うん、まあ小さく聞かせたいところは小さいサンプルが鳴るようなプログラミング、うんうん、というのを例えばスネアだけでも、うん、リムがかかってるので40いくつとか、うん、かかってないのでその倍とか <laughs>、うん、なんかそういうふうにとにかくサンプルをいっぱい使ってるって感じですね。なるるほどね、うん、どねれぐらいかかかもんですか あのこの1曲の例えば、えー、っとプログラミングでところがね、うん、本当にプログラミング僕も三30年ぐらいやってるんではい、はい、そので自分でプログラミングプログラム自体ねそのサンプルのプログラム自体を組んでるんで、うん、全然時間多分みんな思うほどかかってないと思います早いんですかうんだからそのバックビートの2百目は E1、うん e、の104、うん、とか105とか103とか107、うん、ベロシーで言うとね、うんうん をプログラミングするとどういう音が鳴るとかいうことがもうそれが機材がどんどん変わろうが何十年間割と同じようなことでやってるので時々そういうふうに聞かれるんですけどね全然早いいと思いますね最初にそのプログラム作るのは嫌ですけどすだけどその後一度それを作ってしまえばあとは曲に合うようにそ,それらを作っていけばいいのでどれくらいというか別に。 別にそのドラムだけじゃなくて1日だけで作ろうと思えば1曲のものを作れるしでそれの利点として例えば他のいろんな楽器がどんどんレコーディングされたいった後にドラムフィルだけを好きなように変えられるとか例えばどこどこの200目のスネアだけもっとためられるとかそういったことが最後まで自由にできるというところが利点だと思いますけどね。なるほど,ど,どねああのまあ こうミディでこう並べていきつつも、はい、やはりそのグルーブを出すのに、はい、今おっしゃったためだったりとか、はい、こ,こちょっと突っ込んでたりとかっていうのですごくこうグルーブってこう変わってくる、ね、じゃないですか、ええ、そういう,こうグルーブのいいグルーブのなんかヒントというか打ち込みの <laughs> そうですね <laughs>、うん、ありますかねうんとまずはそのドラミングというものを 聞くことだと思うんですねで、自分の好きなグルーヴはどういうグルーヴなのかというものをあのしっかり自分で把握することですねで、それさえ覚えておけばそのタイミングなりねどのタイミングではどれぐらいそのハットの裏は小さくなるのかとかそういったものがだんだんわかってくるのでまずはそれをシミュレートしてみることだと思うんですねそれと同時にグルーヴはドラムだけで決まってるわけではないんですね あのベースとそのドラムがどのように絡むか、うん、だからベーシストのプレイがどういったタイミングで行われているか、うん、どういった強弱か、うん、あとはそれだけじゃなく今度は刻んでいるギター刻んでいるキーボードがどうか、うん、そしてそこに乗るボーカリストのグルーブがどうかという、うん、全ての兼ね合いで僕はグルーブが出来上がっているとは思うので。はい ただドラムはそのグルーブのやっぱり基礎になってしまうと思うので、うん、まずはそういうふうにシミュレートしてドラムだけで自分がその十分気持ちいいというものができたらそれをもとに他のものを重ねていく。うん、で重ねていくうちに何かグルーブがおかしいなと思ったら。 その重ねてる楽器のことを考えると同時に、うん、そのプログラミングですとドラム自体のこともまた考え直せるので、はい、そうするとまたドラムのね、うん、例えばバックビートの位置を変えてみるとかうん、うん、その13のキックのことを考えてみるとか、うん、そういった感じですかね。 あのも作っていくその重ねていく、えー、と順番としてはまずそのデモがあって、えー、仮歌の「ラララ」がこう入っていて、はい、ドラムかから作るんですかえとそうですすそうね、あのー、まず仮歌の時に打ってあるドラムは、まあ、割とそれはもう適当なんですけれども、はい、で仮歌に関してはそのドラムとその仮で作ったものを聴いて歌ってる歌なわけで。うん それがベストとは限らないんですねなのでとりあえずまずはその仮歌をベーシックのリズムグルーブを決めるためにはまず僕は仮歌を一度外しますねはい、はい、で、えー、とドラムを先ほど言ったようになんとなくいいグルーブにし、うんうん、で次にベースの場合もあるんですが。 ギターがカッティングで割と16をずっと弾いたりする場合はギターを先に入れてしまうこと多いですねとりあえずその16分音符がくまなく続いている楽器があればそれからやっていくのがグルーブを決めやすいというのがあってでそれで次にベースを入れてでその辺で今度歌を戻してみますねそうすると歌に引っ張られずに歌もそれほど元と違ったものの上に乗ってるわけではないので。 違和感はなくできていることが多いですねなるほどね。ギターとかはどんな取り方というか機材的に使うのはずっと僕はアンプを実際に家で鳴らしてマイクで取るということをしていたんですけども今回のアルバムに限りねアンプリチューブのフェンダーというプラグインなんですけどもそれがとてもよくてですね僕フェンダー系のアンプよく使うので持ってるんですけど。 同じ機種でもね僕のよりちょっと良かったりとかして悔しいと思いながらも <laughs> だから今回初めてそのプラグインでのアンプのものっていうのは結構使いましたね。